はい、皆さんこんにちは。つい先日ね、私と同じ兵庫県のね、YouTuber の豊岡さんっていう方ね、下の説明欄にリンクをしておきますけども、美味しそうなね、シュークリームっていうのかな、ご紹介をされてました。で、ハロウィン関係の商品ということなんですが、あまりにもね、ちょっと美味しそうだったんで、今日ね、セブンイレブン行って買ってきました。それがね、実はこれです。はい、ここにね、ハロウィンのね、絵が描いてあります。これ何かというとね、北海道産かぼちゃのクッキーシューということで、クッキーシューです。シュークリームだけど、表面がね、クッキーみたいになっているということで、ハロウィンにね、ちなんで、このオレンジのね、パッケージ、それから、これは普通ですけどね、なってます。このマークもね、かわいいですよね。それじゃあ早速ね、これ開けていきたいと思います。豊岡さんがね、おっしゃってましたけど、ここがね、ちょっとね、なんかナイロンじゃなくて紙質みたいな感じ、ちょっと材料が違うみたいな感じですね。じゃあこれをね、ちょっと開けていきたいと思います。ほら、なんかね、来た感じがね、紙みたいなんですよ。ここがビリビリビリとこう紙みたいな感じになってます。非常にね、面白いね、パッケージの作りになってます。っていうか、私がね、面白い開け方をしてしまったというね、感じですね。はい、出てきたシューアイス、シューアイスじゃないんだな、これシュークリームの、表面ですけど、クッキーシューということでね、表面がこのクッキーのようになんか焼けた感じね、なってます。はい、ちょっと硬い感じでもふわふわですね、どっちやね。はい、じゃあね、これ早速ね、食べてみたいと思います。ほうほう、表面のシューはね喉に詰まった。表面のシューは、メロンパンみたいな、なんかそんな感じのね、甘い感じの、なんかちょっと表面がカリカリ、そんな感じになってます。あ、クリーム出てきた。クリーム、ほら、さすがにこうかぼちゃクリームというだけあって、黄色い濃厚なかぼちゃ味のクリームが出てきました。ほら、すごい黄色。かぼちゃの味はね、最初はね、ホイップクリームみたいな味しますけど、ずーっとね、こう舐めてると、こう喉の奥の方からね、かぼちゃの風味がね、うわーとね、こう出てきます。はい、なかなか美味しいです。なかなかいけますね、これね。はい、もうクリームがたっぷり入っております。ボリュームあります。このね、パッケージの中がお化けとかかぼちゃでね、完全にこのハロウィン仕様になってます。ということで、パッケージも可愛く、中も美味しい、今日ご紹介したのは、北海道産かぼちゃのクッキーシューということで、トイストーリーとのね、コラボレーションでセブンイレブンに置いてあった、美味しいスイーツのご紹介でした。興味ある方は、一度食べてみてください。それじゃあ、また。